どうもお疲れ様です。山本太郎さんが国会で見てきたものって、まあ一言で言うと茶番だったらしいですよね。えー、国会では主に政権を持っている与党っていうのと、その与党に食らいついて政権を奪取しようとする野党っていうのが、まあ試合をやってるような感じなんですよね。よく国会はプロレスだって言われてますけども、結構ね、激論を交わした後でも、お互いの痛いところを突いた後でも、 今日飲みに行こうかっていう形で対抗している者同士が割と仲良く知ったりするわけですよねまあそれ自体はそんなに悪くないことだとは思うんですが結局ねあと一手の追求ができなかったりするんですよそれから野党の皆さんも結局は歳費はねほとんど一緒なんですよねもちろん与党になるといろんな権力っていうのが湧いてきますからそれに応じていろんな旨味があるんですけどもいずれにしても 人よりもかなり豊かに暮らそうと思ったら、野党でいるのが一番なんですよね。歳費はバンバン入ってくるし、政治的な責任は負わなくていいし、そしてテレビに映れば映るほど次も当選する可能性が強いんですよね。まあですんでここに政治の闇があって、テレビとか特に NHK に対して嫌なことを言うとね、映してくれなくなるんですよ。だから NHK がどんな不正をしても追及しないし、 で、スクランブル放送って言ってね、あのー、NHK 党がやってますけども、もう NHK が儲けすぎてるから、きちんとね、見てる人から徴収して、見てない人から徴収しなくてもいいじゃないかっていうのが、いまいち流行らないんですよ。で、立花隆さんはがっくりしてるわけですよね。あれ、自民党ですら NHK から便宜払ってもらうために、もう NHK に牛耳られてると。このインターネットの時代になっても、結局は、テレビの放送利権っていうのがでかいんでね。うん やっぱりチャンネル登録100万人の YouTuber でもテレビで1%の視聴率とイコールですからだったらもう出来上がってるテレビに10分でも映してもらった方が何時間も何本も自分で YouTube アップロードするよりもいいっていう考えだったんですね。でそこでね最近はそのガーシーっていう政治家さんもそうですけども YouTube だけで。 政治家として当選したり、国政政党が2つも3つもできるような時代ですよ。でもまだ少数派なんですよね。YouTube の力は。でも少数派なんだけども、少しずつ全体を変えてきてるっていうのは、目に、手に取るように分かると思います。最初は YouTube で当選して、YouTube で稼いできた政党っていうのは1つだったのに、2つ目があられ、3つ目があられ、もしかしたら4つ目があられるかもしれないし、えそしてずっとね、自民党にしても立憲民主党にしても、 YouTube のチャンネルがむちゃくちゃ弱いんですよ。SNS が全然使えてないんですよ。で、政治に結局お,がお金がかかるってことになりますけども、逆に YouTube で有権者さんにメッセージを届けてる政党っていうのは、YouTube によって固定したファンを作ってね、ライバルがいないですから。え例えば、賛成党っていうのがね、最近ありますけども、賛成党を見る人っていうのは、自民党を YouTube で見る機会が少ないから独断場なんですよね。 令和新生組もそうですけども、切り抜きさんとかがいっぱい動画を作るんで、そうすると、まあ、いろんな動画が世の中に溢れてきてね。で、ものすごく見る人が増えて、それによって令和新生組への誤解も解ける機会が増えてくるということもありますし、で、NHK 等もね、やっぱりこう、しっかりと真面目にやってるところを、賢い人は YouTube で見て判断するということになりますしね。だから今ね、賢い人は YouTube を見るんだろうなというふうに思います。ただ残念ながら、 同時に賢くない人も YouTube が見れるっていうところでじゃあどっちが今色濃く反映されているのかなというところはまだねきちんと整理できてないところですけどもそのサムネイルでいわゆる釣られちゃう人というのはもしかしたらちょっと考えないといけない人かもしれませんねそうではなくって誰の発信に対して自分がきちんと咀嚼してその中で気づきを得てで正確な情報に結びつく ルートを見つけ出せるのかまさに受信すするる人の力量にななってくるんだろうなと思いますね何もかも鵜呑みにするとか例えばね「令和新選組の肩を持つがばかりに令和新選組はいいことばっかりしか言わないんだ令和新選組は何でも正しいんだ」っていうふうに先入観を持っちゃうとこれまたねあの山本さんが求めている形じゃなくなってくるしもしかしたら違うかもしれないっていう考えを自分がものすごく 信じてる人とか肯定してる人に対しても向けれるかどうかなんですよね。逆に自民党がやってることは何でもダメみたいなんじゃなくて、自民党の陰で成り立ってる部分もあるよねってことがちゃんと見抜けてこその、まあ情報の透明性であり公平性なのかなと。結局、テレビにしても YouTube にしても、バイアスがかかってるんでね。そのバイアスに計算を入れて、バイアスに計算を入れて、えー、逆の方向に同じ方向、同じ質量、反対に 同じ、同じじゃないですか。こっちの質量とこっちの重みがあったら逆もあるってことをね、ちゃんと見ていくことかなと。で、どっちにも正解だと思えるものがあるんですよね。だから自分の正解はやっぱり自分で編み出していかないといけないですし、それは100%自分に合致したものがなくって、継ぎはぎなんですよね。ある部分はここの人の言うことが馴染むけども、ある部分はこっちの人のほうがいいみたいな。でも人って一部でもそうじゃないところを見つけると、やっぱりかと思って全否定に走ってしまうんですよね。 それは違うよと。例えば詐欺師でも誰かに喜ばれることを片方ではしてるんでね。全体を責めることはできないし。じゃあどんな善人も自分勝手になる瞬間はあるんで、全部が全部ね、受け入れられないしっていうことでね。まあ、そもそも自分はどうなんだよってところはいつもありますよね。最近ね、竹中平蔵さんがね、日本人はもう不平不満ばっかり言って、自分勝手だみたいなこと言い出したらしいんですよ。<laughs> どうなんですかね。竹中平蔵さんね、日本人が、 だいぶ大嫌いなようで。<laughs> はい、ということで、話長くなりますんで、あの、山本太郎さんが国会で見てきたことっていうのは、どんなに議論をぶつけ合っても、結局はサービスタイムが終わったら、テレビの放送が終わったら仲良しになるというね、何なんだこれはって、茶番じゃないかと思って、どっちにも属さない、与党にも野党にも属さない大選出勢力を自ら切り開いていったということらしいですね。はい、そういうのはとってもいいですね。自分で選択肢を作っていくね。吉田さんもそうですけどね、自分で選択できるように、 一つの方法として稼ぎ切るっていうことを決めてるわけですからねそれじゃあいってらっしゃい